ください。本当やばい、時間がないんですよ。よし。ちょっと次は赤すぎたね。まあいいや。おはよう。今日は横浜の握手会ですね。ちょっと本当に髪がボサボサ、寝起き感がやばいんですけど、寝起きではなくて、前髪クリップをつけてたんですよね。そしたら前髪の方向が、まあ前髪も多分変える位置がわからんくなったんでしょうね。それでなんかすごいことがあってますね。来てくれるよって方いますか？今日の握手会、今日は4部です。雨は待ってますね。気をつけて来てください。なんか変ですねやっぱ。っていうかね、まだね、あのね、全部が途中で終わってるんですよ。なのでやばいよねっていう感じですね。なんかしっくりこないですね前髪。なんか顔違うしな、また顔が違いますね。完成してないんですよ顔自体。よし、おはよう。なんかやっぱ前髪って大切ですね。前髪って結構イメージ変わる。もう上で止めとこうかな。変ですねこれは。これでもういいや、スネ夫みたい。どうせね、後で前髪やんなきゃいけないので、はい、まあ気にしないことにします。しかもこういう時にね、クリップがないんですよ。普通にクリップがあればね、止めれたんですけど、もういいや、取るなら。これは変かもしれん。変ですね、これはこれで。ボサボサになっちゃった。余計ボサボサになりそうなので、しっくりこないですね、どこに前髪がいても。って感じですね。もうやっぱピンで止めておくのが一番や。なんかね、こうしたら目がちっちゃく見える。てかまず眉毛がね、まだ。おはよう。おはようございます。目が多分、まあまずまずね、起きてから時間が経ってないから目が開いてない。まあもうすぐしたら開き始めるんちゃう。なんかさ、ショールームでやっぱ顔見ると全然顔違うんですよね。はい、おはようございます。そうなんですよ、今日は私も今から準備するよ。横浜ドキドキ、ありがとう。気をつけてきてくださいね。ちゃんと起きれて偉いです。皆さんはおはよう。おはようございます。昨日やっと生誕生日届いたよって。よかったですね。皆さん届いた？じゃあそうなんですよ、前髪って気になるやつともうなかなか決まらん。はあ、おはようございます。おはようございます。なんか今日はちょっと変な夢を見たんですけど、全く関わりのない、あの、学校の違う学年のな先生がなぜかみんな夢の中に出てきました。ほんまにね、あの、全然喋ったこととか全くないんですけど、なぜかね出てきました。はい、
皆さんはどんな夢見ましたか。あとはね、お友達と旅行に行ってる夢を見ました。行ってません。しかもなぜか2人で行ってたんですよね、そのこと。謎いですよね。あ、ママとかはおったんですけどね。そう、たまにそういう夢を見ますね。中田10期生全員と一人で話したって言ってたよ。すごいね、すごいな。え、15対1ですか。それはやばい。すごいね。今はまだ何人かとしか喋ってないけど、10期生のアンダーに入ったんですね、この前。だからまあまあまあ喋ったって喋ったですよ。みんなめっちゃ可愛かったです。はい、みんなね、そうなんですよね。あくびが止まりませんね。でも目がキルキルになってきた。目がねおはようございます。やっぱちゃうな、顔変わっちゃうなと思いながら配信します。おはようございます。おはよう。ん、おはようみたいに顔でこの配信見てるって、ありがとう。前乗りしてたんですか、それともめっちゃ早く行ってたんですかね。ありがとうございます。あ、そう、今日も CD 販売のお手伝いをするので、あの時間がある方は来てください。寒くなってきました、冷房が。あのまず除湿をするんですよ。その除湿がめっちゃ温度が低くてすごい寒いです。だけど多分温度設定できるんですけどね、波がね、低くしてるだけなんですけど。でも買った時から温度とか書いてないので、もともとその温度が適しているとかですかね、分からんですけど。おはよう。よ今日はね、何を着るかって言ってます。あ、浴衣って言ってる。そう、浴衣なんですけど、そう浴衣なんですけどね、皆さんが多分想像してる浴衣とガラッと変わるかもです。あ、イメージ色がね。浴衣は浴衣なんですけど、そうですね、アミが普段着ないような色を着るので、まあ見てみてください。はい、会いに来てください。うんCD 販売のってどんな感じだなって、アミのなんかこの前のやり方、この前の ATC の時かなは、まず皆さんがスマホかなで買って、でスマホを見せてるだけの人もおった気がするけど、それかそこで、いや買ってた、スマホを見せてお会計をしてて、それでなんか1等とかだった方はクリアファイルをもらったりしてましたね、チェキとか。そうですね、そう、それですねはい、はい、そういう感じですね。おはよう。今日はメイクさんがやってくれるのかなって、服が衣装じゃない時は基本メイクも自分でしますね。はい、なので握
司会は自分で、社名会はメイクさんです。おはようございます。今車で向かってるよ。ありがとう。気をつけて来てください。あの途中でちょっと疲れたから寝ようってなって寝て、あのどの辺で泊まるですかね。泊まるなら東京とかで寝てたらダメですよ。なみたんが私から始まる頃はもうお帰りの、あ、待って、もうお帰り、あ、帰りの電車の中。あら、気をつけて。じゃあまた来てください。はい、仮眠して自分したら最後本番になったので、あの寝るときはアラームを何個かかけるとかしてくださいね。え、ほんまにさ、マジでさ、顔誰、なんかさ、なんでですかね、ショールームは顔が変わるんですよね。だから今日横浜で会う方は、あれ、アミダンさっきと顔ちゃうなーってなるかもしれない。まあそれか案外なんかこういうさ、顔が変わったとかってさ、自分が一番に気づくもんじゃないですか。だから案外皆さんは全然、あ、ショールームと一緒やなってなるかもしれないですね。はい、そんな感じですね。うん、ただ何ですかね、前髪も関係してるんですかかね、わかんないけど、やば、顔やば、やばいで、なんかあれみたいですね。なんかさ、顔を白塗りしたさ、こういう唇のさ、キャラクターみたいな、キャラクターかわからないけど、なんやっけ、おてもやんみたいな、でもなんで何、まずなんかそういうキャラクターなかったですっけ、なんかそういうのですね、それです。うん、そう、何やっけな、忘れちゃった、何やっけ、言ってくれてる方がいるんだろうけど、星になってんねん。そう、忘れたわ、何やっけな、何やっけ、忘れてあったね。まあいいや、また思い出したら言うわ。なんかね、なんかそういうニュアンスのやつ、ひょっとことか、そういうひょっとこって何ですか。ひょっとこは男の人バージョンですよね。アミはそれのひょっとこの逆バージョンみたいな、何やったっけ、なんかさ、こう三角形かな、どちらかといったら三角形みたいな、三角形みたいな顔の形をしてて、それでな、めっちゃ真っ白なんですよ顔が、多分忘れたけど、それで髪の毛がこういうなんかこうまっすぐでパッカーンって分かれてて、それで唇がちょちょいのちょいって感じ、ちょいっていう字を書く感じの唇、ちょい、なんかわかりますか、唇ってさ、何個がさ、擬音語があるやん。あ、そうや、おかめです、おかめさん、わからへんけど、それですね。なんかさ、何に書いてるやろ、全然思いつかへんけど、なんかご飯とかに持ってる、たまにご飯のなんか調味料とかですね。おかみさんですね。それです、それです、それが、あ、納豆やって、納豆のパッケージ、そうですね、それでいう感じ。あ、15分経過、じゃあ今日の一応鉄メガネさん何書きますか。ちょっと今日はすぐに終わっちゃいたいと思いますね。そう、結構時間がなさめなんですよ。やばい。
何書きますか何にしようかなと。皆さんも用意してますか。もう浴衣編みとお願いします。浴衣か、やばい、お腹すきすぎてさ、うん、やばいんですけど、けどご飯を食べる時間がないかもですね。なんかね、むずいですね、やっぱ人間を描くっていうのは。はい、こんな感じ。はい、OK ですね。はい、チーズ、うん、ありがとうございます。ありがとう。それではやっていきましょう。13位リサちゃん、ありがとうございます。12位モノボンさん、ありがとうございます。間違えた、モノポンさん、ありがとうございます。11位マユさん、ありがとうございます。10位マフミさん、ありがとうございます。9位コジーさん、ありがとうございます。8位 FFF さん、ありがとうございます。7位ひろゆきさん、ありがとうございます。6位大野ふいとさん、ありがとうございます。5位まきまきちゃん、ありがとうございます。4位ちゃんしもさん、ありがとうございます。3位ベニマユさん、ありがとうございます。2位コニさん、ありがとうございます。そして1位はドゥ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 ン、鉄メガネさんでした。ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。じゃあ横浜まで気をつけてきてくださいね。待ってます。せーの、鉄メガネさん、イエーイ。じゃあまた後で会いましょう。バイバイ、ありがとうございました。またねー。